はい、皆様お疲れ様でございます。今日はですね、ファーミングシミュレーター25、こちらの最新ニュース情報まとめをお送りしたいと思います。で、本日の内容は何かと言いますと、8月の2日ですね、こちらの夜の21時にジャイアントソフトウェアさんの方でブログが更新されました。で、新しいスクリーンショットが何枚も公開されましたが、ちょっと気になる点が1点あります。それは何かと言いますと、同じく21時に海外インフルエンサーが動画を公開しました。で、どういう内容かと言いますと、今回この公開されたスクリーンショット、これについての言及する動画でした。ブログが21時に公開されたのに、動画が21時に公開された。これ非常に不思議かと思いますが、うちの動画を見ている方でしたら、過去の動画でその件については深掘りしておりますので、まだ動画見られてない方はそちらの方も参照していただければと思います。というので、今回も海外インフルエンサーの方々は、情報を事前にジャイアントソフトウェアさんからいただいている可能性が非常に高いです。海外インフルエンサーさんの言葉を借りながら、私の独自の解釈を交えながら、今回も深掘りしていきたいと思います。まず1枚目の画像ですが、もうあからさまに、この馬車を見てくださいと言わんばかりに派手な色の馬車が写っております。で、ここが何かと言いますと、ワゴンビルダー。訳しますと、馬車の組み立て工場となります。で、こちらの工場が、そもそも建築ミッションで建てるのか、最初から利用できるのかまだわかりません。ワゴンビルダーという名称から、ここに材料を持ち込んで馬車を作るということがわかるかと思います。そして、家畜の馬。これらについての関係はまだわかりませんが、もしかしたらファーミングシミュレーター25では、家畜の馬やこの生産した馬車を利用して、何か新しいことができるのかもしれません。そして次の画像ですが、ファムコン24で公開されたムービー。あちらとはちょっと違うように見受けられます。で、先ほどの馬車が左の方に映っております。ですので、何か馬車をアピールしたいというような意図が感じられます。そして、さらに左の方、こちらの方には、コンクリート製のサイロかと思われるものが見受けられます。そしてこれはワラベールを利用しているんでしょうか。ひまわりのオブジェクト、これらも見受けられます。そして画像を真ん中の方に戻しまして、真ん中に見える施設、これがファーマーズマーケットです。ファムコン24の中ではスライドショーの画像で何枚も画像が表示されておりましたが、高画質な画像で公開されたのは今回が初めてとなります。そして、ファーマーズマーケットから少し右側に行きますと、またひまわりの顔はめ看板っぽいものが見えるのもわかるかと思います。ですので、この場所はひまわりがキーになってくるというのがわかりますが、それが何につながってくるのかはまだわかりません。そして、またちょっと別なリーク情報にはなりますが、今回のファーミングシミュレーター25では、喋る NPC がいるという風に言われております。ちょっと権利の関係上ですね、画像などは使用できませんが、表情が変わったり口が動いたりする NPC、これがいることが確認されております。そして、今回公開されたブログ、その中の気になる一文をまず読みます。リバーベントスプリングスには、ぜひ訪れてみたい素敵なスポットがたくさんあります。探検中に何に、過去誰かに会えるかは誰にもわかりません。という文言が書かれております。で、ファムコン24の方では、ファーマーズマーケット。こちらでは、トマトなどを持ち込むと、カゴの中が満たされて、それが時間経過とともに売却されていく。というふうに説明されておりましたが、喋る NPC、こちらが、ファーマーズマーケットに立ち寄り、買い物などをして第三次産業の仮体験ができるのではないかというふうに言われております。そして次の画像に移ります。
ファミコン24の方では動画も公開されておりましたが、高画質の画像は今回初めてとなります。動画の中ではこちらは実際にある建物で、100年以上前にある製紙工場ですね、紙の工場をモデルとして作成したと言っておりましたが、今回ゲームの中でも右側の看板ですね、こちらを拡大しますとペーパーワークスという風に書かれています。ですのでリアルだけではなく、今回のファーミングシミュレーター25のゲームの中でも製紙工場、紙の工場として使用できるということがわかります。そして煙突からは煙が出ている、このことから稼働中ということもわかります。そして左側の看板ですね、こちらには木を持ち込んで何工程か得て最後に紙ロールですねが完成するということがわかります。途中でウッドチップになったりですとか、ちょっと字が潰れて読み取れないところもありますが、木を持ち込んでから7工程を得て紙ロールになるということが予想されます。そして水車のところに水が流れて白くなっていることがわかりますので、ゲーム中ではこの水車が回っているということもわかるかと思います。そして次の画像になりますが、まず目に入ってくるのは久保田の車両、これが目立って見えます。まだファーミングシミュレーター25の方では久保田が来ることは確定しているとゲームニュースサイトでも言われておりますが、何の車両が来るかはまだ発表されておりません。それが今回1台だけ先行して判明したということになります。ただしですね、画像がちょっと不鮮明ですので車両の特定までには至っておりません。そしてパレットフォークの先にはパレットが刺さっていて、上に何か乗っているのも見えます。そして右側の方にもパレットが3つ並んでいるものも見えます。そしてこの工場の看板を拡大します。そうしますとクロッシングポイントロープという文字が見えます。ですのでここがロープ工場であるということがわかります。でこの画像の後に見ると一つつながってくるものがあります。それがこちらの画像になります。この場所が何かと言いますと、ファムコン24の方ではクライミングガーデンという風に伝えられております。ここで建築ミッションもありますという風に公式でも発表されておりますので、先ほどのロープを持ち込んでこのクライミングガーデンを完成させるのではないかという風に予想がされております。でこのクライミングガーデンが完成してマルチプレイでお友達と一緒に遊べれる施設になるかどうかというのはまだわかりません。ですがこの場所は他にも別な建築ミッションがありますので、この場所に何度も立ち寄ることになるということが予想されております。そして次の画像に移ります。今度はですね、田んぼの中に女性らしき人が立っている姿が見えるかと思います。そしてキャラクターから水の波紋が出ているのも見えます。今回のファーミングシミュレーター25は水の表現を特に力を入れておりますので、この画像からはそのことが伺えます。そして特に大事なことなんですけども、この立っているキャラクターが先ほどの喋る NPC なのか自分なのかはわかりません。もし自分だとしたら、こちらですね、サードパーソンビュー、第三者視点があるのではないかというふうに言われております。これただのインゲームの画像じゃなくて公開したプロモーション用の画像なんじゃないのという方がいるかと思いますが、実はですね、ファーミングシミュレーター23の時ですね、鶏があちこち走り回る動画が出ていたかと思います。そしてあの動画、ファーミングシミュレーターシリーズをやっている方々だと今回も強調して動画作ってるのねとわかるんですけども、初めて23からやられた方は、あの鶏どうやって一緒に走るんですかという質問が殺到したそうです。ですのでその後ジャイアントソフトウェアさんが公式で見解を出しております。ユーザーに間違った情報を与えたくない、要するに誤認させたくないという思いがあるそうです。ですのでこの画像から
もしかして第三者視点あるんじゃないのと言われるのが嫌なのではないか。そのことから次のゲームコムで新情報、新しい仕様なども公開されるというふうに公式で発表されておりますが、もしかしたらクロスプレイより先に第三者視点、こちらの発表があるかもしれません。そして次の画像に移ります。この場所ですね、建築ミッションがあるということは確定しております。ファムコン24の動画の中でも映っておりましたが、海外では線路脇のサイロ、穀物エレベーターというふうに言われておりますが、最近ちょっと呼び方が変わってきました。今はですね、この建物、博物館というふうに言われております。で、なんでそのように言われるようになったかと言いますと、この場所から下の方に下った場所のところにちゃんとした線路脇のサイロがあるということで、昔の線路脇のサイロ、歴史を感じる場所という意味で、現在では通称博物館というふうに言われております。で、この博物館の中も何階の部分にあたるかはわかりませんが、新たな画像も公開されております。以前申し上げましたソフトシャドウ、この表現がはっきりわかる画像となっております。ここを建て直したらどのようになるのか。最初はですね、線路脇のサイロとして使えるのではないかと言われておりましたが、国墳工場になるのではないかというふうに一部では噂され始めました。詳細はまだわかりませんが、こちらは続報を待ちたいと思います。で、今回動画がですね長くなってしまいましたので、今回は前半はここまでにしたいと思います。まだまだ画像がたくさんありますが、ここは次回詳しく深掘りしていきたいと思います。本日の動画は以上となります。